私本当にこの今の時代に生まれてきてよかったなって思います。本当に配信だけはもう最高に抜群に向いてると思います。でもアリナさんはどの時代でも良かったって言えない。何かしら見つけ出しますかね。だってネットがなかったらネットがなくてさ、うん、この巷の評価になるわけじゃない。まあ確かに、うん、回覧板のなんか女王みたいな回覧板をいかに面白く書くかみたいなので、うん、ちょっと噂になって、うん、私はこの時代に生まれてよかったって絶対その時も言ってると思うし、ね、今も言ってるし、100年後に生まれたとしても多分言ってると思う、うん、なんか見つけ出してそういうのって本当人の性格ですからね。だからやっぱ綾瀬さんって前から言ってるように、うん、後ろを向きながら前を歩いてる人だから。そうかも、後ろ向きながら後ろに走るっていうか、そう結果前に行ってるなみたいな。そうなかなかスピード速いなこいつみたいな。なんでそんな走りにくそうに走ってるんだろうみたいな前向けばいいのに。チャムさんの強みがみんなが良きっつったらそれを燃料にして私良きって強っって確かにいいんだやったー、じゃあいっかーみたいなイエーイ